老舗そのダイヤの朝鮮飴朝鮮飴は江戸時代から受け継がれる熊本県の伝統名家である牛皮飴の一種とされるもち米と水飴と砂糖を独自の製法でこね合わせて長方形に片切りし片栗粉をまぶしている上品な甘さともちもちした食感を持つ養豊かで日持ちする和菓子である安土桃山時代老舗そのダイヤの海藻である その田武史絵門のにより作られていた当初は、朝鮮飴、または、日後飴と呼ばれていた。文読、慶長の役が起きると、日後国の上主であった、加藤清正がこの飴を兵楼目録に入れて、朝鮮半島へ出兵し、長期の傾向でも風味が損なわれず兵士たちの英気を養うのに大いに役立ったことから、以後は、朝鮮飴と呼ばれるようになったという。また、出兵の中で、 当時の朝鮮半島に存在していた飴の製法が導入されたという説もあるが、老舗せそのダヤはこの説を否定している。江戸時代中期までは、日ご飯が買い上げる御用物とされ、製法も管理されて一般への流通は許されていなかった。兵糧として、極めて有用だったことから一種の戦略物資として扱われていたようである。 代々の非合藩主は、朝鮮飴を江戸幕府と朝廷への献上品、または諸大名への贈答品としても用いていた。明治時代には、大久保利道が透明にして、風味完備、西方老塾の名をありと評している。元祖である老舗その田屋の他でも製造販売が行われているが、老舗その田屋特製のものが一つ抜きん出ているとする声も多い。は、 黒砂糖と玄米を使用した淡褐色の黒朝鮮飴が製造されていたが、現在は上白糖と聖白米を用いた白朝鮮飴が製造の大半を占めている。1970年代前半には30件以上の業者が手掛けて売上高の総計が10億円に達していたが、1990年代後半には2億から3億円に減少し、 製造業者も老舗そのイヤなど数件になっている。ありがとうございます。